トーマス・ヘンリー・カーターは、アメリカ合衆国、モンタナ州の政治家、モンタナ準州最後の連邦会院大議員かつ、モンタナ州最初の連邦会議員。1892年には、カトリック教徒として、初めて共和党全国委員会の議長に就任し、1895年から連邦上院議員も務めた。1854年10月30日、トーマスは、 オハイオ州サイオー都郡ポーツマス近郊のジュニアファーネスという小さな村でアイルランド系移民の両親のもとに生まれた。両親のエドワード・カーターとマーガレット・カーターはアイルランド大飢饉の後1849年か1850年にアメリカにやってきた。エドワードはマーガレットの影響を受けてイングランド国教会からカトリックに改修した。 長男のリチャードが生まれた1852年には、カーター夫妻は、オハイオ州ジュニアファーネスに定住した。1854年に、トーマスが生まれた直後、一家は、ジュニアファーネスから数マイル離れた農場に引っ越した。南北戦争が終結した1865年、カーター夫妻は、貯金を取り崩して、イリノイ州パナに移住し、幼い、トーマスは、地元の学校に通い、 両親の農場で働いた。エドワード・カーアッターは子供たちに読書好き、そして学ぶことへの愛情を教え込んだ。成人して、すぐの頃、落雷による火災で、納屋が焼け、家畜が死んで農場を失ったトーマスは、鉄道の仕事や、学校の教師をしていた。数年間、アイオワ州バーリントンにある出版社で、巡回セールスマンをしていた。 1879年3月に母が肺炎で溶接すると妹のジュリアとマーガレット、弟のエドワード・ジュニアをバーリントンに呼び寄せた。1879年3月に母親が肺炎で溶接した後、トーマスは出版社の営業部門のトップにまで昇進し、妹のジュリアとマーガレット、弟のエドワード・ジュニアをバーリントンに呼び寄せた。このバーリントンでの数年間、 トーマスと妹たちは、トーマスが父親のように妹たちを支え、世話をしたことで、特別な絆が生まれた。カーターは、長年法律の勉強を続け、出張先のネブラスカ州で、ようやく司法試験に合格した。1882年5月、友人の勧めで、バーリントンからモンタナ州のヘレナに移り、そこで法律の仕事を始めることになった。 一時的に本の販売を再開した後、ヘレナの弁護士、ジョンビー・クレイトンと法律事務所を設立した。ヘレナに到着してから一年も経たないうちに、トーマスはバーリントンにいた妹と弟を呼び寄せた。トーマスは子供の頃からカトリック教会と親密な関係を築いていたが、ヘレナに来てからもその関係は続き、より信仰心を深めるようになった。 1886年1月27日、トーマスはミネソタ州セントポールの大聖堂でエレン・リリアン・ガレンと結婚した。エレンはモンタナの開拓者であるヒュー・エフ・ガレンとマチルダ・ダギ・ログリー、ガレンの娘であった。トーマス・エイチ・カーター・トーマスの政治家人生はルイス・アンド・クラーク軍の行政官からスタートした。1888年、カーターは 共和党の会内に会議員候補に指名された。11月に行われた総選挙では、ビュートのカッパー・キングスの一人で民主党候補のウィリアム・アンドリュース・クラークと議席を争った。カーターはクラークと敵対していたカッパー・キングスのマーカス・ダリーの協力を得て民主党員の多いシルバー・ボー、リア・ロッジ、水浦の3軍で勝利し、クラークを破った。また、 クラークを嫌っていたアイルランド系有権者もカーターの勝利に貢献したとされている。その後も議員を目指すクラークとクラークを落選させようと対立候補を支援するダリーの構図が続き、俗にカッパー・アッキングス戦争と呼ばれた。カーターが出馬した1888年選挙は二人の対立の発端になったと言われている。1889年3月4日、 トーマスは、会員大議員に就任し、モンタナジュン州が、州に昇格した1889年11月7日までの短い任期を務めた。1889年10月1日、トーマスは、民主党のマーティン・マギニスジュン州議員を破って、州初の連邦会員議員に選出され、1889年11月8日から1891年3月3日まで、 議員を務めたトーマスは新人議員でありながら会員鉱山工業委員会の委員長を務めた。ある歴史家はこの異例の抜擢はメイン州のトーマス B リード会員議長との個人的遊戯によるものだと指摘している。1890年選挙ではトーマスはビュートの弁護士で民主党のウィリアム W ディクソンに283秒の差で破れ落選した。 ベンジャミン・ハリソン大統領は、トーマスを1891年から1892年まで、総合土地局の長官に任命したが、トーマスは共和党全国委員会の議長に選出された。共和党の委員長になったのは、カトリック教徒としては初めてであった。トーマスは共和党員としてアメリカ上院議員に選出され、 1895年3月4日から1901年3月3日まで務めた。上院議員としては、対カナダ関係委員会、国政調査委員会の委員長を務めた。ウィリアム・マッキンリー大統領は、カーターをルイジアナ購入博覧会の実行委員長に任命した。共和党員として上院議員に再選され、 1905年3月4日から1911年3月3日まで勤めたが、その後の再選は目指さなかった。1911年9月17日、ワシントン DC の自宅で、肺拘束のため亡くなった。葬儀は、セントポールローマカトリック教会で行われ、同志のマウントオリベット墓地に埋葬された。ありがとうございます。